はい、じゃあじゃあですね、おい、あまりもの料理になります。はいはい、まず冷蔵庫にナスビ、パプリカ、ひき肉とか、まあこのミートソース、あのパスタ用のですね、はい、チーズやらバターがありました。はい、これで何を作るかと言いますと、はい、ナスビのそのままグラタンを作りたいと思います。なんかツイッター、おお、グラタン、はい、まずそれでは、もやしに、はい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 、切ってもらいたいのですが、ナス、はいはい、まずこのまま半分に切ってください。はい、そして半分に切って、あの腹筋みたいな形で次切ってください。あ、また切ってよこいです。ヘタは、あ、そのまま、はいはい、ヘタコク、はい、一緒やった意味で切ってもらってですね、はい、じゃあそれでは、フライパン、これ難しかですね。では私はまずバターを取り出しました。はい、で火をつけまして、あと、まあ、切る具材としましては、まあ、しめじ等とかも入れたかったんですけど、はい、ちょっとね、どこか旅に立ってちゃったんですなのでパプリカ、はい、これもあのいい感じのコロコロ、みじんじゃないけど四角くらい、はい、これでスプーン入れるんですか。そうです、で、こうクリクリってしたら、あの簡単に取れますよというやつ。はい、下は気にせず横で、で、その取れたナスビがささっと取れるでしょう。で、具材として使うんですが、はいはい、このナスビくん、この器にするナスビもなんですけど、中のそのくり抜いた具材のナスビちゃんも、あー、これ器になる感じですね。そうです、そうです。ちょっと大丈夫かな。あ、大丈夫、食べれると思います。ほうほうほう、あ、こんな感じで やっていけばいいんですね。はい、OK、わかった、はい、もう、まあ、切ったナスビですね、こちら水につけとくそうです。はい、大体5分、10分ほど、ナスビによって、ちょっと器だからちょっと残しといた方がいい。はい、で、塩水につけるとよしと書いてありました。はい、はい、で、バターを溶かしたところにひき肉、はい、合いびき肉ですねを炒めていきます。はい、よいしょ、今回は何グラムですかね、まあ見た目ぐらいの量ですよで、まあ10分かそんぐらい、あの水にこいつを浸したら、はい、こいつの中身とパプリカをこっちに加えて、はい、また炒めていきますので、はい、今回はちょっとムニョクの包丁さばき、はい、どんぐらいですか。変わらんぐらい、いや、ちっちゃめでパプリカの方、はい、の四角、はい、OK、うん、こんなもんかな。こんぐらいですか。はい、はい、半分ぐらいですかね。はいはい、時間稼ごうでも普通に来て普通に終わったですね。うん、ごめん、はい、そしたら、はい、まあ一回ちょっと待ちます。5分から10分ほど。ああ、なるほど、はい、こう出せと、で、なんかこの硬いのがちょっとだけふにゃっとなるみたいなんで一旦待ちますよ。はい、はい、それでは、はい、こちら水から揚げたいと思います。はい、ちょっと水から揚げまして、はい、これをこれと、あ、これと入れます。こちらのパプリカを入れましてですね、はい、これはあの
まあ、いい具合に炒めちゃってくれんですか。ああ、はい、はい、了解です。で、拭いて、これをこのまま一回ですね、オーブンこちらですね、まあ、1、2分程度、はい、こいつをまず一回焼いてくるということです。ほう、はい、いい感じですね。まあ、オーブンで多少焼くんで、あ、また熱は入る。はい、じゃあ多分大丈夫だと思います。もう大丈夫じゃないですか。はい、じゃあちょっとこちら入れますよ。はい、まあ、もうちょっとしたら膜が溶ける、溶けるというか、あ、でもね、結構やばい感じなんですよ。了解。ウスターソースを海苔入れます。はい、はい、フライで温めておこうかな。でもこれ火止めていいですか。はい、で、ちょっとね、全然だったので、もうちょっといきます。はい、追加で煮込む。はい、OK。 それでは、またちょっと器の方のナスビの方を回します。はい、はい、はい、あ、すいません、そんな熱くはなかったですけど、一応、はい、そして、はい、こちらですね、取り上げまして、ほう、こちらに入れていくわけです。ほう、はい、で、まずこれ、まだチーズ乗せません。ほう、で、あ、入れやすいかな。お次、こちらマヨネーズ、マヨネーズを、はい、くねー、これをあえてやってみましょうか。これね、普通のグラタン皿にしてあったやつで、あったやつです。ほう、はい、よし、ちょうどいい量やったですよ。うわ、天才的、うん、かなりいい量やったですよ。これかなりいい量やったですよ。なんで2回言った。いやいや、マジでかなりドンピシャ、ドンピシャ、ドンピシャ。すごいの、マヨネーズの入れ具合が良かったと思う。いや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 。そしてこれ置きましてですね、はい、またこれで10分ほどほうからで焼きます。チーズはどうしても焦げちゃうのと、チーズで覆いかぶせると火が入らないみたいなんで、あ、なるほど、先にこれで焼けと、はいはいはい、いうことです。はい、それでまた待ってます。はい、はい、美味しくなってね。それでは、はい、一回開けてみます。はい、おわお、おわお、こんな感じでなっておりますけど、はい、一回取り出しますよ。はい、あ、じゃあ次チーズ乗せますよ。はい、こっちも開ける。はい、大丈夫大丈夫。はいはい、カットワースね、半分ちょに、半分ちょでペッペッと真ん中らへん、はい、乗せていただくと、こんな感じで、あは、はい、はい、こんぐらい乗せとったらいいですかね。はい、もうこれ以上乗せてももう落ちていっとるのでね、落ちていくやろね、うん、はい、これでもうあと、まあ2分、3分しようかな、3分まあ3分、はい、で、上がってきたらもう完成なんですよ。おお、はい、ウィッチ、はい、取り出してください、取り出してください。はい、開けます。はい、どうぞ。はい、取り出してください。はーい。アホ、ほい、これからですよ、一番の見せどころは。ほう。絶対やらかすて、やらかす、大丈夫。大分重たかよ。俺はもう答えが分かってるんで、宗男くんが後で。ああ、なるほど。なるほど。じゃあこれ写し、はい、大丈夫ですか。写してどうぞ。はい、俺ちょっと足せるように準備しとこうかな。おー、はい、
半分で最後パセリを。おいしょ、青のりぐらいいったおいしょおいしょ、これで完成です。お、はい、それでは食べていってみましょうか。はい、はい、それでは、はい、あ、切るのも持ってこないですね、俺。まあまあいい、まあまあ、でしょ。じゃあ、こっちがマヨネーズの方、はい、こっちが普通の方なんで、普通の方からいただきますか。はい、じゃあお先にいただいてもいいですか。はい、いただきます。おいしょ、いただきます。確かに今日思った、書いてあったこと。あ、おいしいよ。おいしい。もうちょっと火入れればですね、皮が、はい、2分とかにしてしまったね。ここ5分ぐらいいった方がいいかもしれないです。ちょっと硬い。はい、でもめっちゃうまい。うん、味めっちゃうまいよ。味めっちゃうまい。もう一個の方もいってみようよ。はい、うん、それいきます。ナスビ感を残すならこっちの方が逆にうまいかもしれない。うまっ。マヨネーズの場合、これ前に薄い方が火がちゃんと通ってる。うん、いただきます。うまい、めっちゃうまい。うん、うまい。確かにどっちかというとこっちの方がグラタンっぽいですね。うん、はい、味が。ということで今回は、はい、ナスの丸ごと1本グラタンを作ってみました。はい、ありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。メインの釣りチャンネルはこちら。はい、はい、し、はい。